M2F3、M2F3 は、ノースロップ社が開発した、リフティングボディを持つ実験機で、飛行実験で大破した M2F2 を再建したもので、ある。M2F2 の結果を受けて、左右方向への操打がしやすいように今までの2枚の、チップフィンの間にもう1枚の垂直尾翼を設置した。名称は、M2F1、M2F2 と同じ方式で付けられている。 本期に先行する M2F1 と M2F2 のリフティングボディ再突入形態は宇宙からの有人リフティングボディ再突入のコンセプトを実証した。1967年5月における飛行中 M2F2 は操縦不能に陥り着陸に失敗した。左尾翼がもげ着陸装置が破壊されていた。さらに外部骨格にも内部構成にもダメージを受けていた。 M2F3 としての再建にあたり、NASA による再設計には以前の実験で得られた貴重な情報が寄与している。さらに失敗について、パイロットから横方向の制御に問題があるとの指摘を受け、制御力を得るために今までの垂直尾翼2枚の間に第3の垂直翼をつける修正を行った。3年後、再建と再設計の努力で M2F3 は、 飛行準備が整った。再設計の際には、ドライデン飛行研究センターのエンジニアは、エイムズ研究センターとアメリカ空軍と共に働いた。最初は取り返しのつかない損傷に見えたが、元製造者ノースロップは修理をし、再設計の通り修正した。3年後再建と再設計の努力で、M2F3 は飛行準備が整った。第3の尾翼は、 非常に良い安定をもたらし、またパイロット誘導振動の可能性を大きく除去した。NB-50 により切り離される m 2 f 3 9 7 1年1月1日の撮影最初の飛行は1970年7月2日、パイロットビルダナによって行われた。m 2 f によりも非常に良い制御性能を示し、3回の滑空飛行の あとの1970年11月25日すぐに動力飛行実験に切り替えた。リフティングボディ通算100回目の飛行実験は1972年10月5日に行われ2200メートルの高高度をマッハ1.370で飛行した。27回のミッションが行われ最高時速マッハ1.62まで達した。 最高高度は1972年12月20日の2790メートルであり、これは最終飛行で出た記録である。反応制御、スラスターシステムは宇宙機の軌道に似ており、機体制御のために有用であるため研究数値をインストールした。この飛行実験の終わりが近づいた時、実験でレートコマンド増加制御システムや現代多くの航空機に使われている。 着想武器制御機器や制御ミキを評価した。M2F3 は1973年にスミソニアン学術協会に寄贈され、現在は国立航空宇宙博物館に1965年から1969年までパートナーとして働いた X-15 型の1号機の隣で静かに時を過ごしている。ありがとうございます。